左サイド野口フリーになっているが、ギブスはここ仕掛けていきます。そしてファールとなってエンドワン獲得となりました。このシーン、ギブスフリーの選手もいた中で自分で仕掛けていきました。中と外を使い分けて攻撃を展開していきました。長崎6番のスパイクスがボンズ松本へスキップパス、アギラールのスリーポイントが決まります。アギラール高平へ、さあ狩俣のカット、このボールが通りました。さあドリブルで仕掛けていって外キックアウト、アギラールがゆっくりと構えたスリーポイント、リバウンドまだ長崎持っている。今度は狩俣のスリーポイント、さあこの速いパス、エキストラパスでボンズへ、ボンズ2ポイント狙っていく、また決まる。リバウンドはギブス。さあ両チームのこの速い展開、アギラールから最後はリバウンド長崎の松本、自分でドライブ仕掛けるか、1対1抜いていった松本が決めました。久岡バグ、最後はスパイクスワンハンドダンク、これが決まります。強引に奪った、相原スピードに乗っていく松本、最後はリチャードソンのシュートが決まりました。板替え、また狩俣に戻してスリーポイント、これが決まりました。点差を開いていく長崎、スパイクスを取り囲む長崎のディフェンス。このシーンエンドワンとなっています。中に入ってきて最後は榎田を選択、決まれば30点差。ギブスがリバウンドを取って、これで三鷹まだボールを持っている。榎田へ、榎田仕掛けるか、最後三鷹これを決めました。榎田中に一人で入っていく、囲まれながらも苦しい体勢でシュート、三鷹これを決めました。バスケットカウント獲得です。ウィタカは今日4得点となっています。決まらない、残り5秒4秒縮まっていく中で両チームがプレーをやめました。81対51、30点差で長崎が勝利を収めました。